リンコーンことリンコーンカッシオジソーザ・ソアレスはブラジルの元サッカー選手。ポジションは MF。アトレチコミネイロの下部組織出身で1997年にトップチームに昇格。1999年にはカンピオナーとブラジレイロセリエ A で準優勝を記録した。2001年にブンデスリーガの 1FC カイザースラウテルンに チリアコスフォルザの後継として加入。初年度から持ち前の能力を発揮し、活躍を見せた。しかし、クラブ内部での対立があり、2004年春に怪我の治療のために、ブラジルに勝手に帰国。これに対してクラブは、シーズン末までの出場停止処分を下した。残留争いに、必死な中のこの行動はフロントのみならず、サポーターからも大変不況を買った。 2004年夏にシャルケル・エヨンに移籍。悪評で有名になっている最中で国内移籍したことには驚きも見られたが、ブンデスリーガで2位、ベスト11に選出される活躍を見せた。2007年6月に4年契約でガラタ・サライ SK に完全移籍。移籍金は推定500万ユーロ。アタチュルク国際空港では5000人のサポーターに歓迎された。 遺跡後発シーズンから活躍を見せ、サポーターからの評価も高かったが、キャンプに家族、友人も連れてくるという規律違反を犯したことから、カール・ハインツ・フェルド・カンプ監督が、ベシクタシ・ュジェケートのライバルマッチでの出場停止処分を課した。試合自体は、ハカン・バルタとシャバニ・ノンダの PK を合わせて2から1で勝利したため、監督の判断を A 断と褒める者もいたが、大一番に、 彼を起用しなかったことに対する批判も多く見られた。2008年11月9日のフェネル・バフチェ、SK 戦では、開始1分半で、ライバルから得点を上げる、最速記録を打ち立てたが、その後4失点を浴びて4から1で敗北した。同年12月3日の UEFA カップ2008から09ヘルタ・ベルリン戦では首相を任された。しかし、翌2009年7月、 プレシーズンの練習を欠席したために出場停止、そのまま背番号10もアルダトランに渡す形で対談した。2010年2月4日、2年契約で SE、パルメーラスに加入。しかし翌年ルイス・フェルペス・コラーリが監督に就任すると構想外となった。2011年8月10日に、アバイ FC への期限付き遺跡が発表された。2012年に2年契約で、 コリチーバイフシーに完全移籍。カンピオナーとパラナインセオに連覇した。2014年に EC バイーヤに期限付き移籍。同年末に期限付き移籍先であるバイーヤで選手を引退した。1999年に1999南米ユース選手権のメンバーとしてブラジル U-20 代表に選出された。ありがとうございます。